皆さんこんにちは、キスケです。今回は悟空ブラックと、はい、こちらの新しい変身未来ご飯を、まあ、組み合わせて使っていこうと思います。はい、まあ、基本的に未来パーティーの戦い方って、前を先発に出して、こう前の能力でぐる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 回してライジングラッシュをより多く打っていくっていう、まあ、戦い方が主流だったんですけど、まあ、緑属性にすごい火力が取れるキャラクターが登場したことによって、前じゃなくていいんじゃねえかっていうことになるわけですよね。なので今回は悟空ブラックと未来ご飯を採用して、まああと1体は相手のパーティーを見て選んでいこうかなと、思います。はい、だいぶね、悟空ブラック硬いし、まあ、パーフェクトセルとかザマスとか出した時には、まあ、防御面がすごい優秀で、で、あとは未来ご飯が火力を取ってくれるっていう戦い方もできるし、まあ、パーフェクトセルも火力が出るんでね、うん、めちゃめちゃ強いと思います。めちゃめちゃ強い。まあ、やっぱり今回の超時空ガシャ第14弾かな、第14弾はなんか未来パーティーと劇場版パーティーが強化されたっていう認識で大丈夫だと思うんで、今回はこの強化された新生未来パーティーをちょっと使っていこうと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。さあ、対戦やっていきましょう。お相手は合体戦士パーティーですね。やります。ほい、お、体すり抜けたね。通常打撃で返して、はい、ドーン。おい、あれ。あらら、はい、はい。さあ変身して、はい、オッケー、いいよ。ほい、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 ギューンと強制的に交代しちゃって、はい、2ダメージカット。さあ、この悟空ブラックマジで硬いっすよ。で、合体戦士に対して結構ね、戦えると思うんすよね。まあ打撃でいこうか。ああ、打撃ばっか。はい、うわー、射撃か。これ死なんのちゃうかな、死ぬんかな。 50% カットってことは、相当出さないと死なないですよ多分。あ、死ぬ、あ、死なないよね。ほら強い。強い。はい、 OK。 はい、さあ、サイヤ人特攻持ってるんで、だいぶ強いっすよ。はい、オッケー。まあ特殊アーツ発動しとっか。ほい、通常打撃で返してと。なるほど、ほい、オッケー。はい、いいよ。これ振り属性なくなってるんで、もうそのまま殴り切っちゃいましょう。ライジングラッシュ、ほい。あー、特殊で、まあ先行。はい、頼む。よーし、素晴らしい。やっぱ強え。あの属性相性フリーが無効ってめちゃめちゃ強いですね。めちゃめちゃ強い、マジで強え。通常打撃で返して、オッケー。はい、いや強いぞ、マジで強え。さあ、ほい、あー、ダメか、最速はダメ。じゃあここで、はい、 50% カットと。めちゃめちゃ強い。さあ、あと1回で回復詰めるんですよね。うん、ほい、ほい、通常打撃で返してと。ほい、 OK。 はい、まあ射撃はこっちに任せようか。はい、通常打撃、はい、ほい、 OK。ドラゴンボール溜まりそうではあるな。どうすっかな。はい、 OK。 ほい、射撃、はい、通常打撃で返してと。
回復積んで、ここからもう 10% 回復できるっていうのが、わあ強い。ほい。ほい。下がって、あー、ミスった。マジか。ミスった、ミスった。回避しようと思ったら押しちゃった。はい。オッケー。よいしょ。いい火力。まあ、いっか。食らいましょう。オッケー。はい。さあ。サイヤ人特攻、存分に発揮してもらいましょう。はい。よーし、強い。はい、強い。強いね、これ。うん。おい。おい。うわー、壊せないか。通常打撃が派生しなかったな。いや、死なんと思う。死なない。射撃、射撃。よーし。はい。じゃあ、ライジングラッシュで、とどめかな。射撃でいこうか。うん。はい。よいしょ。オッケー。まあ、先行と。左手使えよってなりますよね、未来ご飯。対戦ありがとうございました。その程度の腕じゃ、何も守りやしないぞ。さあ、対戦やっていきましょう。人造人間パーティーですね。ほい。通常打撃で返してと。射撃。はい。はい。あ、いた。いで。まあ、ちょっと食らうしかないですね。あー、痛い。痛いなー。ほい。OK。よし。さあさあ、ほい。ほい。ドン。カメハメハ。よいしょ。いいダメージなんだよな。ほい。なるほど。変身して。ほい。OK。入る。カバチェンハズ、うわ、嘘。マジか。カバチェン外しが効かない。そうか。ほい。ほい。通常打撃。はい。OK。ライジングラッシュ行こうか。はい。あれ？セル早くね。セル早いな。さあどうする。沈黙状態。 OK。 ほい。ほい。 OK。 カバチェン外して。ほい。ほい。ドンと。さあ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 。ほい。通常打撃で返される。 OK。 ほい。はい。よいしょ。はい。さあ、いいよ。通常打撃で返していこう。ほい。お、そのまま、居座るのか。そのまま居座る？ほい。あー、もったいね。はい。変えて。はい。耐えへんかな。耐えないっすかね。ダメかな。あ、必殺圧あるなら絶対耐えないけど、これ射撃圧ある。よーし、美味しすぎる。ほい。はい。射撃。はい。特殊圧発動を通常打撃で返して、もう一回特殊圧発動しとこうか。さあ、残り一回で。ほい。さあ、どうする？あー、コスト下げられちゃう。ほい。よーし、いいぞ。ほい。よし。とりあえず落とし切って、これで属性相性を無効にしていく。うん、ダメか。
まあまあ大丈夫っしょ。うん、それ入るか。はい、いや見すぎじゃね。即圧でいいっすね。はい、はい、ドーン。攻めに転じようか。はい、オッケー、よーし、火力なんだよな。オッケー、単発止めはできてないですね。射撃、はい、救急ガーツ、はい、よしよし、いや強いぞ。対戦ありがとうございました。この私が宇宙最強のパワーだ。さあ対戦やっていきましょう。お相手合体戦士パーティーですね。はい、 OK、 OK、 はい、射撃、はい、来ない。来ないか。はい、ミスった。オッケー、よーし、はい、はい、通常打撃で返してと。危な、嘘。回避入ってなかったか。うわ早っ。うん、食らうしかないですね。うん、合体戦士パーティーに結構ね有利取れてるような気がしないでもないんですよね。気絶はダメ。おい。おい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 、そらダメだろう。きついなそれは。射撃、通常打撃で返して、ちょっと体力マックスの状態のブラックだと OK。 はい、ほい、いいよ、ほい、ほい、はい、ライジングラッシュ、まあ必殺でいこうか。ただ相手ライジングが残ってるっていうのがちょっと怖いですね。 OK、 まあ先行。はい、いやー悟空ブラック 50% 引きと言ってもさすがにかなわないか。はい。ピクって動きましたね今。よーし、これはでかい。 OK、 とりあえずカバチェン外しといて振り属性なくして、はい、交代しましょうか。はい、さよなら。よし、とりあえずカバチェンを外さないことにはお話にならないんで。あ、やべ。どうしようかな。はい、はい、 OK。 いやーマジか、通常打撃。よし、お茶2号して、あぶね、お茶濁して。茶を濁しまくって。オッケー、はい、よいしょ、ほい、射撃、はい、射撃。マジか、ちょっとなんか、いやーミスった、前に突っ込めなかったな。お、これ避けれる。マジか。マジ避けれんか今の。悔しい。ちくしょう。はい、まあ必殺で。めちゃめちゃ悔しかった今の。よし、さすがにいけたかなと思ったんやけどね、ダメでした。申し訳ない、急に大きな声を出してしまい申し訳ないです。さあこっから回復もできる。おい、あーやるやる。やりますね。
単発止めもできると信じて疑わなかったな。おい、あーうざい。おい、オッケー。おい、まあ救急ガード打っていきましょう。おい、気絶してくれればすげえ楽なんやけどな。まあそのまま勝ちっすよね。おい、うーん、ダメか、硬いな。はい、はい、耐えて火ダメカットして、これが孫悟空の力。真正面から食らいに行っちゃった。やばい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 、やめてやめてやめて。あー、なるほど、 OK、 よし、まあもうこれ連打で、はい、対戦ありがとうございました。油断しちまった。宇宙最強のパワーだ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は新生未来パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあなんか結構斬新ですよね。未来パーティーといえば前必須みたいな感じだったんですけど、まあこの未来ご飯が登場したことによって緑枠の火力が存分に取れるようになったんで、結構新しい未来パーティーが完成したのかなっていう気はしますね。まあ前は前で強みがあるし、この未来ご飯は未来ご飯で強みがあるんで、まあどっちがいいかって言われると、まあ怪しいんですけどね、怪しいんで、うん、まあ自分に合った方を選ぶべきかなと思います。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。